どうも皆さんこんにちは、みずるです。今日もね、今日も戦技今日は紹介していくわけですが、なんか隠れ戦技とかって言いたいんですよ、個人的に。結構見つけにくかったし、なんか自分もやっててね、あ、取り忘れてたとか、わ、これこんなとこあったんやみたいなやつ持ってきたんですけど、単純に強いんですよ。なんかアップデートが入って強くなったよって宣言も含んでるんですけど、一周回ってやっぱりこう強え強えって言われてる戦技ばっか使ってると飽きてくるじゃん、こういうゲームって。で結構ね、こう序盤中盤終盤っていろいろと戦技を付け替えたりとかしていくわけですよ。なんか強い武器を1個持ってたら、あ、じゃあサイドでね、なんかこれも使ってみたくねみたいな、そういう探求心が出てくるのがこういったゲームじゃないって時にめっちゃおすすめだし、普通に強えっていう、使いどころさえ間違えなければマジで最強ですっていうようなやつを今回持ってきました。はい、前置きが長いって言われるんで早速やっていきましょう。なんかここめっちゃかっこよくない？この後ろ姿、俺がデミゴッドみたいな、そんな感じ。でもなんかずっとあれなんだよな、ずっと最近この衣装やからちょっと違うのでいくわ。はい、ということで早速やっていきましょう。はい、まずはですね、ちょっと面白いネタ枠の戦技なんだけど、ちゃんと使うとめちゃめちゃ強いという、回れ回れという戦技ですね。なんとね、不装につけれるんですよ。これをうまく運用することによってめちゃめちゃ多大なダメージを出せるということで、通常運用やったらなんか喉がめっちゃ変火の耐性とね合わせて使うと思うんですけど、自分はね、あの普段から火の耐性とかいちいちボンってつけてめんどくさいので、それ抜きで今回ちょっと一応紹介していきます。まずね、一応準備が必要なので、お見せするんですが、戦技はね、回れ回れという杖とか、ちっちゃい武器とかにつけるような戦技で、今回ね、冷たい兵の釘につきます。なぜか不装につくんですよ。普通やったらこの辺、慈悲探検とかにやってくり、試したりとかいろいろしたんですけど、出血がついてて、かつ戦技がつけれるものにつけると、つけれるもの限定されてるんですけど、つけるとなんとですね、見てくださいこれ、冷たい破線にできるんで冷気125の出血が50つきますと。でこれ神秘には載ってないので、出血はもうこれで固定なんですけど十分じゃね。でかつ神秘を上げる必要がないので白面つけて出血アップでしょ。で出血さらに上げたいので、盛るとしたらこの辺じゃないですかね。火の耐性までやるとね、ちょっとめんどくさいんですよね。出血からの凍傷、そして解凍っていう連続ができますよというところが、いいとこなんですけど、通常ね、この戦技だけをやってしまうと当てられてしまうので、うまくね、タイミングを見て当てるというのが大事になってきます。強靭度はね、ぶっちゃけ低いので、こういう相手がね、ため攻撃とかをやって隙が出た時に回すというような感じで使えますと。結構デクノボー的な敵で体力多いですよみたいなやつに関しては結構効くんじゃないかなということで、一番最初持ってきたわけですが、こんな感じのね、歩きながらも打てますし、一応凍傷でもダメージがちょこっと入って、出血でのダメージも期待できますよというところで、出血値はかなり低いので1回目のぐるぐるだと当たんなくて、2回目のね、ぐるぐるでこうやって出血するような感じになってるんですけど、それでもね、普通に2回うまく当てれるようになると7000近く。今回白面と出血の効果でバフバフしてるので、あれなんですけど、これに多分ね、火の滞在つけるともっと早くダメージ蓄積入るんじゃないかなとは思います。火の滞在をぶっちゃけ毎回こうエンチャントしてる人がどれだけいるかは俺はわからないので、なくても強いという前提のもとやりたい。死ぬ。やりたいんですけど、つけたい人はね、つけてももちろん、こっちの方が火力はアップされるんじゃないかなということで、なくてもね、強いですけどね、ぶっちゃけね。はい、ということで、一つ目、回れ回れです。はい、こちらのね、戦技に関しては、ロジュールね、円卓で売ってくれてます。ロジュールが、いなくなってしまったよとかだったら、鈴玉でね、双子のばあちゃんに渡してたら買えたりもするので、一応、普通に、手に入れやすさとしては難易度低いので、1個目でね、ちょっとジャブ程度に持ってきたんですけど、もし使ったことない人がいたらね、結構癖になる戦技なのでやってみてはいかがでしょうか。ということで次行きましょう。はい、続きまして、ちょっと間違って燃やしちゃったんですけど、続きましての戦技はですね、こちら、血のグレートソードというものにしてまして、ついてるものが岩石剣なんですよ。今ね、やっぱ戦技つけれて出血があれば出血にするのがめちゃめちゃ強いことで、有名だと思うんですけど、安定の出血にしつつ、この戦技、岩石剣の効果なんですけど、重力の技として知られる戦技、武器を地面に叩きつけ岩石をまとわせると。
攻撃力をアップし敵の体勢を崩しやすくなると書いてあるんですけど、要は出血プラス、まあ、強靭崩し、攻撃をアップも図れますよという戦技ですね。バフ系の戦技なんだけど、一応やってみるとこのバンドンもヒット判定あるんですよ。でこれでまあぶったしていくと、ぶっぱしていくというような感じになっていて、まあ、見た目がねなかなかいかつくなるので好きなんですけど、まあ、今回ね、まあ、こんな生ぬるいもんじゃないというところで、普通やったらもう1本じゃない、違うんですよ。エンチャント系の醍醐味はもう2本やっちゃうと、はい、この2本やった状態でもう あいつもうタコ殴りにしに行くと、ジャンプバッタでねもうひたすらもう私のターンですよ。今ラグだったな。で出血も出るし、もう致命も取れるしと、まあ、致命取るまでもなくね、このグレソ2本の出血ってやれてしまうんですけど、防衛力アップも入ってるので、ちょっと一回解除されたのやってみましょうか。一撃今2000ぐらい入ってた。いいや、一旦解除してみよう。解除した状態で、まあ、ズドン。まあ、1400でしょ。まあ、なんか、しょぼく見えるよね。結構今入ってたんで。で、このまま、ジャンプバッターと。まあ、出血がぶっちゃけ強すぎるので、まあ、そんな、あれですけどね、関係あんのかいというようなとこなんですけど、まあ、このね、見た目のかっこよさに惹かれて今回ね、ちょっと紹介せざるを得ねえなと思って持ってきたんですけど、まあ、何よりね、これ結構そんなところにこのスカラベいるんみたいなところにいるのがね、意外すぎて、自分は結構終盤まで持ってなかったんですけど、面白くない？なんかさ、敵とか、やってたらさ、何それみたいにならん？刀身がこんなになったら。はい、って感じで、一撃でかいよね、普通に。なかなかに火力を誇ってますよね。なんやろな、ちょっとこう、マニアック戦技として、今回は持ってきたかっただけなんですけど、めっちゃ強いとは一概に見えないけど、まあ面白いんでね。まあ、持ってない人とか使ったことない人はぜひというような感じです。はい、こいつの場所なんだけど、ケイリットのフラクの大橋ね、こちらねから西側に行ったところに落ちております。意外とね見えないとこなのとやっぱ消えちゃうので、結構気づかない人とかね多いんちゃうかなというところで、ぜひね撮ってみてはいかがでしょうか。はい、続きましてもねグレソにつけております。今回のまあ目玉っちゃ目玉、これがまあいっちゃん強い、これがね今ね戦技界隈で一番強いんじゃないかなって個人的に思ってるぐらいのレベル。もう聖獣のアギトとかもぶっぱしてね、集会とかだったら使うんですけど、まあ、普通になんか使ってて楽しいなっていう戦技が今ね自分の中で一番最上級に来てるのがこれで、まあ、ついこの間の動画でも紹介したんですけど、こちらトロルの方向がなんとね戦技としてあるのをコメントで教えてもらって、俺知らなかったんですよこれまさかのこれ取り忘れてるっていう。でね、こいつの場所も結構意外すぎて、取り逃してる人結構いるんちゃうかなと思うんですけど、まあ、ちょっと後で紹介しますね。何が強いかって、もともとついてるものが、このトロルの騎士剣と黄金剣なんですけど、まあ、見ての通りね、ステータスがね、マジボロクソ弱いんですよ。まあ、やっぱ血なんだよね。出血の138乗ってて、かつ、まあ、ダメージが700ちょい出てますと。これに勝るものはないんですよ。でね、このグレソにつけれるってところもまたロマンがあっていいんですよなぁということで、まあ、やっていくんですけど、まあ安定のね方向からの強攻撃ですよ。もうこの相手の攻撃をものともせずにねひたすら打ち込んでいけると。でこの致命を打つことによって何のこうリスクもなくひたすらにね、出血とダメージを叩き込めると、まあ、ダメージ序盤で食らいつつはあるんですけど、まあ、それでもこの安定した戦技ぶっぱ、これはね、マジたまらんよ。俺、こいつ殺すのが日課みたいになってるからさ、いかにこいつを殺せるかで俺もなんかランクが上がってくのよ。戦技の。独断と偏見なんですけど。まあ、普通にグレソ自体は最強なのに、戦技がね、非常になんか相性がいい感じ。このトロルの方向なんですけど、場所としてはまず、結びの境界、まあ、ちょっと暗息境界ね、ここから取れるんですけど、まさかすぎるこのドクロの上。ドクロの口の中にもね、模色炭石、確か古竜岩かな、のなんかあるんですけど、なんとね、頭の上にもね、戦技が落ちてたっていう、これね、素で見つけられるとなかなかエグい。てか、上昇気流が真裏なので、いや、まさかすぎるんよね。こっちまで来んやろ、みたいな。いや、まあ、来てる人はたくさんいるでしょうけど、まあ、ぜひね、撮ってない人は撮ってください。はい、続きましてね、この盾とランスといったら、まあ、普通やったら指紋石の盾地区戦法かなと思われると思うんですけど、なんとね違うんです。
貫通好きという非常に平凡な戦技、皆さん知ってるでしょうか。平凡すぎて知らないという方も、多いんじゃないかと思うんですけど、なんとねこれ結構使えるんですよ。まあ、一周回ってって感じなんですけど、まあ、通常やったらここの敵で倒す、試すような戦技の能力じゃないんですけど、一応ここで試します。一つ武器で盾に対するための戦技と力をため大きく踏み込み、強烈な敵はガードを正面から貫くと書いてあります。これね、この能力だけじゃなくて強靭もめちゃめちゃ削ってくれるんですよ。なので盾に戦技がついてないものに対して、このすかさず撃つというのが、まあ、いいんじゃないかなというところで、まあ、普通に3回ぐらいやったら、強靭削れるんじゃないかな。ほら、でこれもね、まあ、まあ安定ですよ。安定に血の派生にすることによって、なんで今スカウトったんや、まあ、こうやってね縦地区戦法も健在ということで、相性がめちゃめちゃいいんですよね。でこの戦技はですね、まあ、こういった兵士とかに対してのね有効打がめちゃめちゃ強くて、まあ、普通ね盾を構えてこうやって突ってくるわけよ、まあ、そこにぶっ刺せると。こいつ盾構えてなかったな、今怠惰やな。盾を構えてくるやつってちょっとめんどくさいじゃん、こうやってガードカウンターとか生意気にしちゃってさ、こういう時にもうねぶっさりといけるわけですよ、うん、なのでねオート攻略とか、まあ、これね結構序盤でゲットできる戦技なので、ベルナールからなのでね、まあ、普通にこういう騎士とかもねやっぱ盾と槍が苦手ですみたいな時に、まあめちゃめちゃ相性がいいと。戦技のね出も早いし、消費コストもねめちゃめちゃ少ないので、まあ、乱雑にね打っても、まあ、気にならないっていうところもまたいいんじゃない。まあ、場面選ばないよね。強靭削りとしても使えるし、まあ、盾めんどくせえなーってやつにも使えると、まあ、すごい平凡なんだけどね、平凡ながらに、まあ、多彩な場面で使えるというところでね、今回ちょっと持ってきたかったんですよ。はい、続きましてもねランスにつけれるもので、こちらもですね突撃というなんか似たような感じなんだけど、こっちはですね、まあ、そのままのあれです、突撃するだけです。まあ、ちょっとやってみよう。長押しで飛距離が伸びますよとか書いてあるんですけど、とりあえず軽く押しスンと867でしょ、まあ、それに対してズン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 とこんな感じでね、まあ、あの差が出るわけですよ。長押しと普通押しの、まあ、使い分けができる系の戦技です。まあ、こいつもね普通に出が早いのもあるし、多段ヒットなので出血とめっちゃ相性良くて、まあ、貫通好きが平凡だったらこっちは出血特化のランスに出来上がるので、まあ、個人的にもこっちの方がおすすめなんですけど、まあ、場面の使い分けができるのがね最近の戦技の推しなので、まあ、どっちもいいっちゃいいんですけど、まあ、普通に強くねなんかもうコメントが見失うぐらい普通に強いんだよな。なんかねやっぱ最初の頃ってド派手な戦技とかを注目されがちやし、自分もね注目しがちだったんですけど、なんか一周回って血の発生がやばいなってところになってくると、こういう多段ヒットでなんか無難に使えるやつ結局やばいよね。まあ、強靭削りとかのね意味合いではあんまり強いとは言えないんですけど、まあ、でもねこの多段ヒットによってね強靭削りなくても普通にこっちがねアドバンテージ取れるので、攻撃の、まあ、一生つきながら、あ、落としちゃった落としちゃった。お前も落ちるか、おれ、さよなら。このね突撃もですね結構見逃しがちの場所にあって、なんとですねここ湖の落下遺跡から目の前にある橋の下に、ね、ぶら下がってんですよ。これ結構気づかない人多いやろ。あの戦技コンプしてる人ね、もちろん全部持ってるんですよ。うん、あでもねいざゲットしてみ、いざ多分ねこれは気づかんってなるようなところに結構落ちてるんですよ戦技。これがまた面白いんだな。はい、ということで今回はね以上5つの、まあ、隠れてるような場所にある見つけにくいけど実はね強い戦技みたいな感じで、紹介しました。いかがだったでしょうか。またねなんか面白いの見つけたら紹介します。それではまたね、バイバイ。